それによって上杉と手を組もうとするとは。上杉もとなると織田をしのぐ一大勢力となってしまいますと。それだけではありませぬ。中国毛利は本願寺に対し上杉が動けば加勢すると言っておるそうです。なんじゃと。毛利と上杉か。殿、分かってる。本願寺が上杉さんと手を組めば敵は間違いなく俺たちに総攻撃を仕掛けてくる。その上毛利さんまで動くとなれば俺たちは東西から挟み撃ちにされて確実に負ける。そしてそれは織田家の滅亡を意味する。俺たちが負ければ平和からは遠ざかってしまう。だから何としても負けるわけにはいかないんだ。戦のない世の中を作るために。であれば本願寺討伐はこの柴田勝家にお任せくだされ。いいや殿、この丹羽長秀に。ここは前田利家に。いや、さっさなりませぬ。なりませぬ。殿、静かにしろ。身内で競い合ってる場合じゃないだろう。殿の言う通りにございます。今は武功を挙げることよりこの窮地を乗り切ることを第一に考えるべきだ。貴様、自分が本願寺を倒して手柄を独り占めしたいだけであろう。抜け駆けは許さんぞ。それがし、ここは機内を担当している光秀殿が本願寺討伐に当たるべきと思っております。猿、お主何を狙っておるのじゃ。猿君の言う通りだ。本願寺は機内担当のミッチが対応してくれ。おっ、それから長吉君と松永さんにも本願寺討伐に加勢してもらう。柴勝さんと利家君は上杉さん。はっ。庭地となり君は東を。はっ。猿君は西の毛利さんを頼む。お任せある。本願寺と上杉さんたちが手を組む前に何としても撃つ。頼むよみんな。